なんか時効かなって思う恥ずかしいエピソードは、はい、あの戦隊の撮影をしてた時って、うん、シャレならないぐらい遅刻して眼鏡してなかったです。もうなんか時効かなって思う恥ずかしいエピソードは、あの戦隊の撮影をしてた時って、なんかあの大泉の撮影所の近くに住んでたんですけど、なんか多分朝女の子って4時半とかすごい早くて寝ぼけてて、なんかブラしないまま撮影所に強い行っちゃって、エピソードが強い。その後どうしたで、まあ、なんか衣装さんに気がある時に気づいたんですよ。それまで全然気づかなくて、あれみたいな、忘れたって言って、最初スーツアクターさんのブラ何でもいいから貸してもらえませんかって言ったんですけど、なんかやめときなよみたいな、家取りに帰っていいよって言われて、ちょっとなんかそういう日に限って早起きできてて早く履いてたんですよ。で、なんかすごい面倒くさがりなんで、面倒くさって思いながらしぶしぶ家に帰りました。ああ帰ったのね、うん、強いね。強い。家に帰る時もあのノーブラのまま帰ったんですね。戦隊ライダーって言ったらいっぱいありますよね、無限にね。ありますね。そうそう、鈴木さんあります？あれ、いやそうです、だから先いいですか？いいですよ。はい、ね、そうそう、だからあの、さっきカラーさんも言ってくれましたけども、うんうん、なんか結構もう東映ファミリーみたいなメンバーじゃないですか、はい、確かに。そうだから僕はあの、まあ、荒木も一緒でしたけど、劇レンジャーという作品をやらせてもらってた時に、うん、VS シリーズってあるんですよ、ご存知ですか？あります、ね、前年度の先輩の戦隊と、だから僕らの時は、冒険者の皆さんですね、冒険者 VS、劇レンジャーっていう作品があったんですけど、はい、ちょっと俺もうシャレならないぐらい遅刻して、はい、5時間ぐらい遅刻して、はい、絶対に取り戻せないレベルの遅刻をしてでしかも先輩たち超待たして、うん、撮ってんのがラストシーンだったんですよ、うん、めっちゃ感動的なシーンというか、うん、そのラストシーンで僕がその先輩のレッドですね、高橋光臣くんとのシーンで、僕が冒険者のみんなありがとうな最悪握手を最悪握手を求めると、どの口がみたいな、そうそう、光臣くんの返しが、いや俺たちこそ劇レンジャーを見習わないとなっていう、ほんとすいませんみたいな、最悪だね、そうめっちゃ言いづらかっただろうなと思ってそうか、そうっていうのが、まあ忘れたいというか、まあ、逆に僕はもう忘れたくないですけどね、大切な思い出です。帰ったら見直そう、みんな、はい、写真をまた違った風に見え、いやすごいな、そんな、なんで遅刻したんですか、ちょっと聞いても大丈夫ですか。いやなんか若かったんですかね、いや今はないですよ、十何年前の話そうですね、それそうですね、いやちょっと若いとね、時間の進みがね、そうですね、うん、そんな唐橋さんは、私はあの先輩、お食事、ロケ弁、あのお弁当を食べて、うん、もうカイドウさんっていう、カイドウさん出番ですって言って、そのまま行ってオンエア見たら歯にのりくっついてたえ、誰も言ってくれなかったんですか、メイクさんとか。見てないんですよ、私ののりとか見ないですよ、あ、オッケー、もう噛まなきゃいいよ、お前はセリフ言えてりゃいいよ、みたいなそんなことあります？そうだから、それ以降、はい、あの現場でお弁当食べらんなくなっちゃったんですよ。えなんか緊張して、え、あの、のりついたらどうしようって思っちゃって、デート前の女子じゃないですか。そうですよ、え、それ映ってるんですか。映ってるんだ、ブルーレイ怖いですよね僕は城之内秀康っていう役を演じさせていただきまして、仮面ライダーグリドンっていうのを変身させていただいて、アイデンティティの一つがメガネだったんですよ。で、自分と、まあ、相方という今言わせていただきますけど、オーレンさんっていうのを演じる吉田メタルさん演じる、で、その2人がバディのスピンオフ主演作品を撮らせていただいて、そのラストシーンで監督がもうすごいいい流れで撮影が進んでいく中、 OK っつって終わったら眼鏡してなかったです。どうしたんですか。見たこともないぐらい頭すりつけて土下座しました撮り直したんですか、はい、でそれもオーレンさん、メタルさんが、あれ亮お前眼鏡してなくないって言われて、はぁ、ってなって、そのまま、本当すみません、もう一回撮り直させてください、撮り直しました。でもなんで今日じゃあかけてんだぐらいの感じですけどでもそれぐらいなんか恥ずかしかったですけど、なんか最後の最後までスタッフの皆さんもまだ時間に余裕があって笑っていただいて、じゃあもう一回撮ろうかっつって、
でももう二度としないように気をつけようと思いましたけど。